こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、仕入れた商品がどうしても売れません。売り方の対策を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この流れですね、視聴者の方からね、質問がありました。ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね、大まかにこの3つになりますね。まずですね、商品を利益ゼロで売るってことを考えてください。これは、ね、慣れることなんですよ。はい。で、ぜひね、慣れていただかないと、その感覚と傾向ってあるんですよね。メルカリでも、アマゾンでも、ヤフオクどこでもいいんですけど、ラクマでもね。この売っていただいて、どういった商品が売れるっていうよりも、消費者の対応ですね、感覚っていうか、どういった消費者がどういうふうに求めてっていうってことをね、慣れていただかないとですね、次回の、大幅に売り上げていくってことにつながっていかないんで、ぜひね、もう利益ゼロでもぜひ売ってください。はい。で、その次なんですね、この利益マイナスで売る。はい。で、これはですね、とにかく販売力ですね、をつけていただければいいと思うんですよね。で、例えばですね、メルカリで中国から商品仕入れてね、売るっていう方結構多いんですけど、これはですね、中国から仕入れてことはもういくらでもですよ。1000個でもいい。1万個でもね。数いくらでも仕入れて売ることができるんで、ぜひね、販売力をつけてほしいんですね。で、売れない場合はですね、10%引いていただいて、様子を見てね、引いていただければね、売れます。はい。で、それちょっと時間かかるかもしれないんですけど、ぜひね、それをやっていただければ、購入者の方がね、結構、覚えてくるんですよね。あ、この方はいい商品売ってるっていうことで、それを慣れていただければ、どんどん売れるようになってきますので、ぜひね、身につけていただければいいかと思います。はい。でも3番なんですけど、欲張りですね。これしないでください。はい。たとえですね、仕入れた商品の利益はですね、100円でもいいんですよ。200円でもね、300円でも。はい。で、それがですね、大きく将来的にね、例えば利益4万とかね、5万とかってつながってきますので、ぜひね、もう欲をしないととにかく売る。これをマスターしていただければね、十分販売力つきますので、ぜひね、試していただければね、いいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームがスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。